こんばんは、さかりょうです。今日は、昨日、このユニボール1P を購入したんですけど、その時にちらっとお話ししましたが、ユニボール1を結構持ってるんですよって話をして、ちょっと出してきましたので、紹介したいと思います。ユニボール1P は3月15日発売の新しいボールペンですね。こっちはおなじみユニボール1ですけど、長さがこんなに違うんですけど、リフィルは同じものが使えるということで、このクリップもね、ちょっとこっちの方が広いですね。はい、このユニっていうここのね。はい、というわけで、これ私が買ったのはコーヒーという色で、軸の色が、インクはもともと入っていたのは 0.38 ミリの黒でしたけど、0.5 のブルーブラックに変えてあります。はい。で、持ってるやつね。1234567891011121314151617本今持ってます。1本ブルーブラックはもう使い切ってしまって、でないので、多分もう本体も処分してしまったんだと思います。はい。で、どうしようかな。これに書いていこうか。ちょっとモルバンミニに書きましょうか。もうミニじゃないね、これ。M だ。モルバン M に書いていきましょうかね。まずは、これは、ただのグリーンですね。全部ね、0.38ミリです。手帳に使おうと思ったので0.38を買っています。これはグリーン。なんて書こうかな。全部ユニボール1 0.38グリーンですね。これは割と好きなグリーンですね。で、こっちが、マンダリンオレンジ。で、私手帳をね、色分けして使ってて、ブルーブラックとグリーンとオレンジを使ってるんですよ。メインはブルーブラックで、家族のことはグリーンで、良かったこと、嬉しかったこととかはオレンジで、だいたい書いてるんですけれども、なので、これを買った当時もブルーブラックとこれとこの3本で、その手帳に使えないかなって思って買ったんですね。で、じゃあなんで使ってないかというと、当時スタイルフィットを使っていたんですよ。で、スタイルフィットのブルーブラックとグリーンとオレンジを使っていたんですけど、やっぱりね、持ち帰るのがめんどくさい、その多機能多色ペン。今だとこれなんですけど、これに1本でこう色を変えられるっていうのに慣れてしまってたので、まず持ち帰るのが面倒だったっていうのと、あと当時使っていた無印の手帳がなんかね、ユニボール1と相性が悪いというか、私とユニボール1と無印の手帳の相性が悪くって、もう書いてるそばからインクが吸い取られていくような感じで、すごく書きづらかったんですよ。で、もう早く使い終わりたいと思って、すごいストレスで、ブルーブラックだけを使い切って、もう使わないと思ってしたんだと思います。はい。で、このグリーンとマンダリンオレンジは、おそらくほぼほぼ使ってないですよね。使ってないですね。
まあでも今描いたらやっぱりいい色だなって思うし、ロールバーンは別に特に描きづらいことはないですね。はい。で、次が、これはなんだ？ボルドーブラックですね。なんとかブラックっていうのが、多分、全部試してみようみたいな風に思ったと思うんですよね。ボルドーブラック。ちょっとここがこう書きにくいですね。まあ、ボルドーですね。のブラック。何を言ってるんだろう、私。はい。次が、ブラウンブラック。このロールバンで書くとあんまり違いが分かりづらいですけど、若干こっちがボルドーっぽい。で、これがグリーンブラックですね。このグリーンも好きな色かな。ブラックとは思わないですね。このグリーン好きな色。なんで使わないんだって感じですけど。で、どれを先に買ったかちょっとわからないので、置いてる順番で。これはデイタイムスタディであって、木漏れ日あふれる昼のセレクトってあります。ピスタチオグリーン、サンフラワーイエロー、ブルーグレーっていう色ですね。これはどこから開けるんだったっけ？ここだね。こうなのね。まずはピスタチオグリーン。これはここにこういうのついてないので、色の名前が書いてないからわからない、覚えられないかな。美味しそう。 ピスタチオグリーン。ピスタチオ大好きです、私。それからこれがサンフラワーイエローですね。さあ、ロルバーンって見えるかな、イエロー。好きな色だけど、ロルバーンに描いたら ちょっと 見えづらいかもしれない。で、これがブルーグレーですね。ちょっとくすんだ青。薄めの色ですね。で、これがデイタイムスタディですね。次がモーニングタイムスタディなので、まあ、ユニボールワンってノートとかに小ゆく書けるから、勉強のその頭に入るよっていう、そういう確かコンセプトだったような気がするので、フレッシュで爽やかな朝のセレクト、ターコイズブルー、コーラル、アッシュブラウンとあります。まずはターコイズブルー。
はい、爽やかな爽やかなブルーです。そしてコーラル、はい、コーラルって感じです。はい、で次がアッシュブラウンですね。なんか書き始めがかすれちゃうな。このブラウンブラックと似てる。これも似てる。これこっちのシールがなかったらちょっと私は見分けられないかもしれないですね。多分なんか買った時もそんなこと思ったような気がしてます。はい、はいはい、次が春のカラーセットと夏のカラーセットですね。で春のカラーセット、はい、まずうぐいす色、はい、急に日本の和名になってしまったけどピスタチオグリーンと似てます。はい、これはこっちが緑が強いのでまだわかりますけど似てますね。はい、で次があんこ色あんこ色、私はどちらかというと粒あん派です。こしあんも好きなんですけどどっちかしか選べないって言われたら粒あんを選びます。はい、これはこのボルドーブラックと似ている、ね、若干こっちが濃ゆいからまだ大丈夫、わかるかな。はい、似てますね。で山ぶどう色、はい、山ぶどう色はブルーブラック系っぽい色ですね。山ぶどうってでも見たことないかもしれない。イメージはなんかイソップ物語のあの狐が食べようとしていたぶどう。なんか私の記憶が間違っていたらどうしよう。はい、次が夏のカラーセットです。でまずラムネ色、ラムネ色、爽やかな、これもねあのターコイズブルーに近い感じがしますね。まあ、ここの色は全然ちょっと違うけど同じ系統な感じで、次がアジサイ色、どうも描き始めがかすれるのはなぜですか。しばらく書いてなかったからってこと。はい、アジサイ色は綺麗な紫っぽい色ですね。で最後がアンズ色、
これはそうね、マンダリンオレンジをちょっと薄くしたような感じに近いかな。はい、書いてみました。多分ね、買った時もなんか書いてブログに上げた記憶が蘇ってきました。で、これとこれが似てるとかやったような記憶が蘇ってきましたけど、そう、私があんまりね、その手帳をデコらないので、まあそのブルーブラック、グリーン、オレンジの3色使いに、まあところどころそのラインマーカーね引くとか、その程度なので、この買ってもなかなか使う機会がない、っていうところなんですよ。なんだけど見てしまうと結局限定とか書いてあるし、あ、綺麗って、この組み合わせ綺麗だなと思って買ってしまうみたいなことだったんですね。でもうこの後はあの文具店で限定見かけてもぐっとこらえて使わないじゃないかと自分にあの言い聞かせて眺めるだけ、あるいはまあもしテスターがあったらそのテスターでね試し書きをして割るみたいな感じで耐えているんですけど、まあこうやってね並べて書くとやっぱり楽しいですよね。で、そうですね、このPに入れたのはブルーブラックの 0.5 なので、ちょっとやっぱ太い、太いですね。まあこれは P だけど、まあいいか、 0.5 のブルーブラック、はいですね。まあそれぞれやっぱり綺麗、綺麗だな。何でもかんでも買ったわけではなくて、気に入ったセットとか気に入った色を買ってるので、で裏写りというか裏抜けは全然してないですね。はい、こうやってすると当然あの下から透けては見えますけど、下敷きしたら大丈夫なレベルですね。はい、ね、こう結構鮮やかに描けるけれども裏抜けがないっていうのはいいですね。多分その使い始めた頃にロルバーに描いてたらもうちょっと使ってたかもしれないけど、まあただ今使うかって言われると、こんなにいろんな色をあの使い分けてたら本当に手帳の時間が長くなってしまって、今ただでさえ手帳の時間が長くてなんとか短くできないかなと思ってるところなので、悩ましいですねそこはね。はい、とりあえずどうしようかな、このブラウンブラック、こっちか、ブラウンブラックはちょっとこれはキッチンのカレンダー書くのに使おう、はっきりしてるから見やすいし、まあ多分私ブラウンブラックあんまり手帳には使わないかな、なんで買ったんだですけど、多分なんとかブラックっていうのをね全部試してみたかったんですよね。これはちょっと使います、はい、他のねどうしよう、グリーン結構良かったな、マンダリンオレンジとかもくっきりしててねいいんですよね。今の今はサラサセレクトで書いてますけど、あのこれドクターグリップだけど中に入れてるのはサラサセレクトを入れてるんですが、グリーンもねオレンジもちょっとね薄いんですよね色が、ちょっとそこが不満って言えば不満で、その前に使ってたスタイルフィットの方がグリーンとオレンジは好みかなって感じなんですけど、なんでサラサセレクトに変えたかっていうと、スタイルフィットのインクが溶
時々すっごい残ってるのにもう書けなくなる時があったりして、そういうのでちょっとストレスがたまったので、まあ、乗り換えたんですけどね。まあね、スタイルフィットはこのユニボールワンと同じメーカーだから、まあ、そうだよね、そのグリーンとマンダリンオレンジって自分が使ってた色をさらにね濃くくっきりした感じなので、そうだよなとは思います。はい、というわけで今日は、私が今持っているユニボール1を全部出してみて、このロール1の M サイズに書いてみました。はい、まあ、一応今のところこの P はね、この自作のシステム手帳にくっつけて使うんですけれども、それからブラウンブラックはそのキッチンのカレンダーにこうこのクリップで刺して、家族でその共有する予定を書くのに使おうかなと、はい、思いました。で、問題はこの他のやつですけどね、まあまあしばらくちょっとコレクション的な感じで置いといて、時々何か描ければいいかな。そう、私がね本当絵が描けたりしたらこんなにねいろいろあったらよかったんでしょうけど、はい、何もねあのオチもありませんし、どうするっていうのも何もないんですけど、とりあえず紹介してみました。白い紙に書いてもよかったんですけど、今日はロールバーンに書いてみました。サンフラワーイエローがちょっとねちょっと見づらい、私はちょっと見づらいですね、うん、けど他の色はいい感じで、はい、描けてると思います。はい、というわけで今日はこの辺りで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントありがとうございます。とても励みになっています。確定申告提出できました。まだこれで終わりではなくて、あの書類をね整理しないといけないので頑張りたいと思います。はい、それではまた。